こんにちは。では今日もよろしくお願いします。長谷川節2の2回目ですね。最初はあまり中身立ち入ったことは入らないので、一般的な話から始めてますけども、デカルトはちょっとだけしっかりやらなきゃいけない理由があるので、今回および来週あたりまで入れそうな気がするね。その発端となった人とも言えるけども、どれだけその意義を見出され直して、後でだいぶ後で見るドイツ関連論のとか、どれだけ近代ってことを強く主張した時代があったね。新たな時代が来た。その新たな時代はどこから始まっていたのかというふうなところで、いや、デカルトからすでに始まっていた的な、そういう見方で、再発掘されることになるかもしれないけども、とにかくその新たな節目であると。何がどう新たか、そしてその、とりわけ有名かもしれないけども、コギトスムとかって言葉があるね。あれのどこがどう、その気の利いた名文句以上の意義を持ってるのかは、かなり実は難しい話かもしれないから、今回の話を聞いて、それで、いろいろと中身に入ろうと思った場合に、黒板に書くべきいろんなことがあるのだけども、それちょっと、横文字も入り厄介だから、今回ね、コースコンテンツ開いてくれた前ってことで、コースコンテンツ、コース、あ、いやいや、講義資料というふうなものに、いくつか新たなものが入ってるんじゃないかと思うんだけども、ちょっとそれ、今まとめて説明しようと思うんだが、前回少しほのめかしたけども、楽器の最後に、各自で選択した、いわゆる近代哲学っていうふうな範囲にある、本人ね、解説書じゃなくてデカルトならデカルト、その本人が書いた哲学者の著作を読んで感想を書くって話が、それが課題としてあるって話をしたんだけども。それと同じことを春学期もありましたね。だが、その時に、この必須のものとして、とりあえずみんな読んどこうみたいな話として、前半では、ソクラテスの弁明ってやつを読んだ気がするんですね。読んだんだけども。で、後半にもそういうものを設定しようって話で、デカルト方法序説ってことを予定というか予想したんだけども、どうもその 無料で読めるものを、なるべくなら無料にしたかったんだけども、無料で読めるものが少し不備があるかっていうか、その従前なテクストと言えるかっていうと、ちょっとためられたので、同じく、しかしちょっとより難しいけども、その、コギトスムが出てくる、政策ってやつがあるんでね。今日もお話をし、次回以降も引用があったりするけども、その政策ってやつはどうも今では昔のものだからっていうことで、翻訳が昔のものだからってんで、事実上無料で読める、青空文庫とかの経由で無料で読める、その掲示がコースコンテンツ講義資料の下から2個目、三木清って読むんだけども、三木清役のデカルト、一応それ、今開けたら開いて、そこにリンクが載ってるんで、後で見ておいて。その、しかし、三木清っていう人がちょっと大事で、なるべく彼らは知っておいてほしい人なので、これ、あるかな？これの142、142ページに、三木清の、個人だから呼び捨てなんだけども、三木清先生の説明がある。いろいろと、日本にあれを、哲学っていうものの何たるか、それの中身及びその何がどう大事かってことを、分かるように語った、戦中の人なんだが、本来戦後まで生きるべき人だったんだけども、反社会思想家みたいな扱いを受けて1945に没してるんだね。いわゆる獄死っていうふうなことですね。そのいきさつ及び何をしようとしたのか、何をした人なのか、それが142、143に載ってるから、
それは一応ね、今、詳しく読む時間ないのだけども、見ておいて。いろんな人がいるね。この先生が訳した、ラテン語から訳してですかな、ね。その聖札がさっきの同じ場所に入っておる。いわゆる期限切れみたいな意味で、誰もが読めるようになってそうだから、どうやらこれを これを、みんなが読む。合わせて自分の選択と別に合わせて読んでおくべき、なんつうんだろうね、基礎的なもんみたいな扱いにしようと思うので、ちょっと時間の隙間を見つけて開いたりして、まずは不備がないかって意味で確認して、特に不備がなかったらこれになりそうな気がするから。で、他の翻訳も、他の人が他の時期に訳した翻訳も精査あるんだが、それでもいいんだね。っていうか、それでいいんだけども、とりあえず、金銭的負担なしでいけるような話として、この経路を見出したので、とりあえず見ておいて。多分、これが課題として設定された場合は、学級の半ばあたりね、ちょうど真ん中あたりの辺が提出期限となりそうな気がする。一応みんな読んで、こういう本でこんなこと書いてんですか、こんな文体。ある意味で、数百年前だから読めないか、近松門前も読めるかって言ったら読みにくい話だけども、しかし、読めるんだね。今につながる近代言語はあまり大きく変化せず、その板お菓子みたいな感じじゃなくって、あまり変化せず今に至るから、とりあえず外国語の昔のもんだけども、読めるって言えば読める。土台がいろいろと違うから発想難しいけども読める。それを、提出課題みたいな話、すなわち、平常点に関わる話になると思うから、見てみて。まあ、とりあえず、デカルトなら一冊読んでますって話にしたいのだな。さて、それを読んで分かることもいっぱいあるかもしれないけども、まずはその本文読む前の、その性質を読む前にいろいろと説明をしようと思って。そういうわけで、今回、デカルトに関して、まあ、予習目に、横書き、縦書き読んでもらって、かつ提出もあるんだね。世にデカルトが大きな節目だって言うけども、どこがどう大事で何した人なのかって話を、いざ問われた場合、うまく自分なりのお言葉で語れるだろうか、というふうな観点で課題があったわけだけども。まあ、そのいろんな出したものを受け止めるけども、こちらからこういうふうにまとめておきたいってやつを今日説明するわけなんだ。それで、だがじゃない、そのために、さっきのページまだあるかな、講義資料の一番下に講義ノートというのが、9月28日って日付が合ってるかな、今日の日付のノートって書いてるね。それ一応開いてみて。PDF と Word ドキュメントで二重に同じもあるんだけども、君たちノートじゃない、こういうものを受け取るときどっちがいいのだ？どっちもそれぞれ大事なのかな？ PDF だけでいいっていう人ちょっと手を挙げてみて。全員じゃないのかな？ Word があった方がいい的な人手を挙げてみて。いない いないのか？いないのか？なんか自分で書き込むっていう点では PDF でもなんとかなるってことかな。じゃあまあ、これからは PDF だけでいいってことか。まあ、いずれにしろ今、後で使うから開いて。横文字とか書いていろいろと黒板に書いたの、そこに集中しても中身がわからんだろうってんで、ノートが、いやいや、黒板代わりにあらかじめノートにあれしたんで、それ後で多分使うと思うから見たいって。だが、そのデカルトに関わるその話をするのだけども、それと同時に、その近代っていうことの大きな説明の中でもう一個別の話をしなきゃいけないんでね。それが後でやる理性。理性ってことは一体どういう意味の言葉で、どういう変遷を経て、当時、そして今に至るのかって話ね。それを後でやることにしよう。そこに行く前に、一応今言ってたそのテクスト、あれ？
クロームに入ってるの。どこにあるのかわかんないです。もう一回。そのノートってやつを開けて、そう、今の哲学史講義ノート、その最初の行をちょっと文字読んでおくんだけど、学問のっていうふうなことをちょっと枕言葉にして、揺るぎなき基礎っていうふうな言葉があると考えて、これ、まあ、デカルトの自分がやろうとしたことをかいつまんだ表現でもある。揺るぎなき基礎、揺るがせにできない基礎、揺らぐものはまずいってことがまずあるわけね。で、多くのものいろいろと揺すってみれば怪しい、揺らぐ、その揺るがざるものがあるのか、確実なものがあるのか、それが後に言う、後で見るその方法的懐疑って言われたりするあの話につながっていくんだけども、それを形容詞ともかく基礎っていう言葉があるんだね。これちょっと大事だから説明しておくんだけども、フンダメントムって言葉は、何との対比で使ってるかというと、上から降り注ぐ真理みたいな意味に対する、別の言葉として、基礎っていう言葉を持ち込んでる。真理に関する話後でするけども、真理というと、かつての、すなわち近代の手前の中世の発想からすれば、天上の秩序、天上の神的な秩序から、それが恩寵によって人間にも、人間界、地上界、あるいは被造物の世界にも、降り降りてくるっていうふうなニュアンスがあったんですね。だからこちらから掴むというよりも、その下ってきて初めてそこの真理への道が、仰ぎ見れば開けるかもっていうふうな意味だったとしましょう。それに対して、いやいや、自ら土台から積み上げて、その土台をしっかりと据えた上で、そこへと足して足して足してっていうふうなニュアンスね。積み上げて高みへと至るっていうふうな、これが学問だというふうな意味で、学問をいわば下から積み上げ的な形で体系化できるっていうふうな、そんなふうな発想を、まあ、強く打ち出しているような言葉と考えて、すなわち、春学期の最後の方でも言ったんだが、トーマス・アキナスの時代、中世の盛りの時期にゴシックっていうのが出て、確かにそのゴシック的なのが下から積み上げる式の発想なんだね。そしてそれはロマネスク的建築みたいな、上から光が降り注いで、それを仰ぎ見るっていうふうなのとはやはり違う方向を打ち出したっていうんだけども、それをその徹底的に下から上っていうふうな形で、自分たちはやり仰せるのであろう、やり仰せるっていうふうなのが、それがそのデカルト的な学問の一種の体系化のこの発端なんだね。ようやくその中世からの宿題みたいなものを下から積み上げて世界を叙述し尽くすっていうふうなことを我々は成し得るか、いや成し得ようっていうふうな話で、それを、OK の目録みたいにしつつ、そのデカルトはある箇所で、木に例えて学問を説明してるわけだけども、根っこがあり、そして幹があり、そこからさまざまな方向へと枝が開いて、まあ、いわば世界を覆うわけでね。その大きな一本の大樹みたいなものとして、さまざまな学問の全体を、取りまとめる。別の言い方すれば、システムって言葉は体系って訳すんだが、その一つのまとまった体系って書けるね、メタボリックな体系とかじゃなくて体系わかるね、その体系って言葉をやはり積極的に使ったのが、持ち込んだのがデカルトでもあるのかな。その場合、さっき言ったなんとなく大きく枝張った木を考えてほしいんだけども、その中には、まあ、言ってみれば右と左を分けるとすれば、その片方に
物に関わる、今で言えば物理学とかね、生理学とか化学とか、そんなふうな物に関わる秩序もその木の一部。で、こちら、倫理とか道徳とか法とか、あるいは、そういうさまざまな人間の行為に関わる営みみたいなことも、この大きな木に含まれてるんだね。つまり、今の話を、もう一回枝の話をやると、自然に関わるってことは、法則があり、秩序があり、必ずこうなるっていうふうな、そういう形で、例えば地球も生成しとか、地球の生成とかも論じてるからね、そういう自然方面、自然性の方面だけども、その、こちらという言い方変かもしれんけども、道徳とか法とかっていうのは、こんなふうに据えることもあんなふうに据えることもできる。ほうならば自ら選択し、これこそがっていうふうにあれだね、新たな法を立てることができるね。そのことを言い直すと自由なわけだ。さっきのものの自然の方、自然の必然とすればこちらは行為は右の道を歩くことも左の道を歩くこともできるって意味で。自らの決意によってさまざまに選択可能な自由っていう方面と言えるね、その自由の方面とも言える、こちらは今で言えば社会科学方面、人文科学方面みたいな、それも大きな木の一部なわけなんだ。そういう意味で全てを一つの理性において語ることができるのか、のじゃなかろうか、のだというふうに、大きなその理性っていうのは道徳方面をも、また自然方面をも、行為の方面も自然の方面も追うような、そういう意味での大きな一大体系的な学問として、しかも同じ一つの基盤、さっき言ったフンダメンタムだね、基礎から生じうるような、ちなみに猫のことを形状学って言い方するんだけども、いずれにしろその猫を一つにして、すべて世界を語り尽くし得るはずだ。それこそを、その世界全体にわたる、その体系をこそ、新たに学問というふうな形で、今、仕切り直ししようというふうな、毎週の自覚的な歩み出しをするというのがデカルトなんだね。デカルトは、その、さまざまな、伝えられ方の中では、なんとなく、いわゆる、気の利いた人文科学者的方面のそんな仕事の人かっていうふうに、な印象にとどまるかもしれないけども、さっきちらっと触れもしたんだが、宇宙の生成はとか、そのいわゆる自然科学ね、前もちょっと紹介したけども、方法除雪という、私は考えるのは、あれも除雪で、何の除雪かというと、人間の視覚ね、見ることの視覚、その見ることがいかにして我々にとって可能となっているのかというふうな、なんて言えばいいんだ、生理学と言うべきか、何とも言えないけども、その眼球へと生えてきた光がどんなふうにあれして、それがいわば物理的な光の束みたいなもんである、これがどんなふうにして我々の中で色となって意識となって型となって我々に立ち現れるのかっていうふうな、物と心にいわばまたがるような大きな話でもあるね。そんなふうな話を、叙述してる、そういういわば専門研究のなどの序論なんですね。あれは方法上ですっていうのは。そして後で見るけども解析幾何学。数式的なその A とか B とか X とかそんなふうな数式的な形で世界を叙述するその方式およびかつその世界を叙述するそのさまざまな式を実際に考えるというふうな、後で見る別のライプニッツとかもみんなそうかもしれないけども、一種の世界全体に関わるあれもこれもっていう形で、以前アリストテレスもそんな風に見た気がしますけども、
そういう大きな広がりで全てを学問として語り収めるような、そんな構想を持ってるのでね。だから分類しちゃいけないけども、自然科学者でもあり、数学者でもあり、とうとう、いわゆる人文っぽくない方面のことをたくさんやった人ではあるわけなんでね。だって、しかしその大きな体系としての学問が成立するためには、その基盤がなきゃいかん、さっき言った基礎、ファンダメンタルがなきゃいかんってんで、そこを、ちょうどアリストテレスが形状学という書物で固めたみたいに、そこをそのしっかりと地固めしよう。それがこれから追っていく、政策とか補助説なのだが、そのやりたいことの中身は、書かなかった。書き忘れた。ちょっと自分で書いてあって、真理の揺るぎなき基礎。ちょっとそう書いてて。真理の揺るぎなき基礎。それを、結び、提示書として、真理を新たに基づけるっていうふうなことね。さっきの学問のってことは常に同時にその真理のってことになって、真理そのものを新たに語り直そうと。逆に言うと、それまでの心理概念を、撤回というか、引きずり下ろして、新たな心理概念を据えるというね、その心理のやり直し。心理っていうのは、一個しかなさそうな気がするけども、まさにその一個の心理をめぐる別の経路、別の語り方、別の提示を、あえて、しかも自覚的になそうというふうなことなんだね。で、前も予告したけど、言っちゃうけども、その新たな真理、これこそが新たな真理っていうふうな、その粒の名前が、コギトスムであると。私は考える、私があり、私はある。これは、別名、真理であるっていうふうな意味で提示されるのね。そういうその話、その真理たるもんとしての、事柄としての講義と済む。で、それによって、さっき言った体系的な学問が、およそそこに基づくもんとして展開、繰り広げることができるっていうふうな、その基礎設置、基礎の確保、それが、問われているっていうふうな話で、話を始めよう。で、一部ね、読んできた話をやろうと思うので、いやいや、見ていこうと思うんで、読んできたという点でもう一回テクスト開くと、横書きの、メインテクスト、あれね、32、3空いてるかな。そして、マークを掲示してあるやつの縦書きのやつなんだけども、近代ってやつの先頭ね。それが、ページで言えば、デカルトの名前で、105ページ、縦書き105ページ以下。ちょっと、どちらも見ることができる状態にしておいて。それで、そこに、じきじき入るんだけども、縦書きを見ると、デカルトをはじめとした、名前で言えば、横書きでも載っているライプニッツとかスピナーザとか出てくる、そういう一連の区切りを近代理性の哲学っていうふうに、書いてあるね。タイトルとして、デカルトを含む大きなこの発端の流れの一文を、あれ？もう近代理性の哲学っていうふうに書いてある。で、近代っていうのは、いわゆる新たな、病たちが新たなっていうふうな意味だってことを、前紹介してるから、ある程度分かってるもんとして、理性のっていうふうなところ、そこをちょっとまずは立ち止まって説明しておきたいのだ。だが、この時代を、近代合理主義って言ったりするっていう話も一応大丈夫かな。ちょっと一応書いてて、近代合理主義。
それで、その合理主義って言葉は、英語で言えば、ラショナリズムっていうふうな言葉だね。そのラショナというか、ラションというか、その英語の単品で言えば、リーズンっていう言葉がそれに当たるんだけども、リーズンは理由っていう以前に、まずその理性っていうふうに訳すことができる言葉で、その今見てるラチオっていう言葉の、まあ、ラテン語ラチオの英語版みたいに考えていいんだが、フランス語のレゾンって言うんだね。で、そのラチオという言葉に統一して言わせてもらうと、理性、合理性、合理、まあ、主義みたいなことの、その理性っていう言葉と合理って言葉が、まあ、同じ言葉の日本語訳であるってことを一応意識してもらい、その合理性、理性っていうふうなことを、それがどうやらここでは近代の意味で使われ始めた、語られ始めたということが示唆されてるね。それ、しかし実はこの理性っていう言葉は、昔からあり、どれぐらい昔かっていうと、とりあえず前見た、教区哲学というのか、キリスト教がいわゆるプラトン的な伝統とかと接続しながら、まさに、理論的、哲学的、思辨的に自分の教義、足場を固めていった、その初期キリスト教の時代から理性というふうな言葉は、連綿と使われ続けて、デカルトに至る。しかし、そこでというか、その理性という言葉が、中世と近代とでは異なっていると見るべきなのであると。どう異なっているか、どう同じでどう異なるか、それを今からちょっと説明しようと思うのだ。10分ぐらいかかる話だけども、一応略さずに、その「ラチオ」っていう言葉を説明しようと思うんだね。これ一部は春学期でもやったかもしれんが、大事なことなんで今再論しよう。その「ラチオ」が、いわゆる理性って訳すのは日本語の漢字のお話なんだけども、その大元というっていうのが、全ての発想がギリシャにあるとした場合、そのギリシャではロゴスっていうふうな言葉、動詞で言えばレゲンっていう言葉、レゲンっていう言葉には関わる語る言う、そしてそのものの道理みたいな、そんな漢字の訳がつくロゴスのラテン語版みたいに考えて。だが、それがさっき言った中世というか、古代キリスト教、発端におけるキリスト教から今の近代に至るまで、どんなふうにして、意味を変じたのか、どこに同じさを維持して、どこにどんなふうにして、今我々が使うのに近い名となっていくのかって話ね。それを話ししよう。話し続けてると、その動詞で説明してますと、レオルっていうふうな動詞があるとして、書かないけども、それが名詞化してラチオってなんだね。そのレオルっていう動詞をちょっと大雑把に説明すると、A を A とするって言うと書いてて、まあ、なるべくならば小文字の A を大文字の A って書いた方がちょっと雰囲気出るんだけども、 A を A にするっていう感じね。これ、世に猫がいるんだけども、猫を猫で荒らしめる、猫を猫にするっていうのは、キリスト教的文脈で使った場合は、猫を現にあの猫として我々が認知している、ああいう猫として荒らしめる、想像するっていうふうな、そんな意味に使われるわけだね。それで逆に言うと、猫の何たるか、猫の本質は、いわば神のみぞ知る、神が把握し、神の考えた、語った、神が思い出した通りに、そのものが現に猫としてある。だから、
弦にあるようなものの中身は意思を持ち、意図を持ち、弦にある通りに神の意思にあった、それが、まあ、いわば引き写されて世に至ったもんであるっていうふうに、このキリスト教的文脈では、神のラチオっていう言い方で、常に、この世をこの世をたらしめた、現にある秩序を現にあらしめた、その胴体が神だとして、常にラチオは神のっていう枕言葉をつけて使われたんだね。それで、その、裏から言えば、そのものの意味は、その猫なら猫の何たるか、それもラジオっていう言葉で言われました。神が何をどう意図して、こういうふにゃふにゃな生き物を荒らしめたかっていう、その意味合いだからね。だから猫のラジオっていう言い方もありえるわけで。しかし、この A を A で荒らしめる、 A を A とするっていうふうなことが、前も見たんだけども、その神の存在証明みたいなことを求めた時代があったよね。そのいわゆる人間の理性っていうふうなことが語られ始める時代なんだけども、それはその A を A として人間がつかみ取る。猫の何たるか、猫の本質を人間がつかみ取って、A を A と理解する、A を A として捉える、A を A として定義する、 A を A として、見て取るっていうことね。その意味で、レオルという動詞は、人間が洞察し、物事の何たるかっていうことを自ら把握する、つまり人間のという枕言葉をつけた人間のラジオっていうふうな意味へと、まあ、その追加的に枝分かれしていくわけだね。今までは自分の何たるか、あるいは被造物の何たるか、それは全て神のみぞ知る的な意味で、全てお任せだったことかもしれない。音調によってそれが示された限りは、その何たるか我々は垣間見ることができるかもしれんけども、従前に知るということは、もともと我々にとっては届かない出来事。しかし、そうじゃなくて、自らの推理能力、自らの算定能力、自らの、ラジオを用いて、ものの何たるかってことを、少なくとも一定程度は展開できるって言ったね。だけど、さっきの A を A とってやつは、人間の推理能力によって A を、猫なら猫を A として、猫の何たるかの本質を語る能力っていうふうな意味へと克服されたってことね。これが、この人間のという意味で使われるのが、近代的な意味で使われる、その直前に、ヨーロッパの中で、まあ、共有された新たなラジオ理解、理性理解、合理性理解なのね。だから、世界は世界として、我々が自らの推論で解明し、それによって破綻なく全体をつかむっていうふうな、この動向全体を人間の理性、人間の合理性の能力、それを語る能力、それを行使する能力のことを合理性っていうふうに言ったわけなんだね。で、かつ今に至る。今もその人間の理解力、推理力、語って突破し、理解し、説明し尽くす、その過去人間のっていうことを、今はもう言わずもがなで、むしろ神のっていう方が余計な付け出しよりしか聞こえないかもしれないけども、しかしオリジナルはちょっと違う。その全て A を A とすることの、いわば、完全なる呪術ってことは人間にはね、届かないとすれば何とも言えないけど、しかし、その人間はその途上であろうと、さっきの対馬の途上であろうと、合理性を発揮することによって、まあ、いわば天まで届く的な、その
なんつうんだろうね、見通しのもと合理性を、積み上げつつあるわけだね。それがそのまさに自分たちの能力を発揮して全てを横っていうのはさっき言った自然の場面、そして、この公共性の場面、全て一つの同じ人間的合理性の能力で、攻めていこうということがデカルトのさっき言った体系、その学問の方向であると。しかもそれを、時速的というのか、神の恩寵とかっていうふうな、そういう留保なしで、自分自身で展開できるっていうこと、それがさっき言った基礎の話であり、その基礎づけってことが真理を自らのもの、借り物じゃなくて自らのところに置き直すっていうふうなことで、コグニトスムの議論があるっていうことなんでね。コグニトスムはもう一回言いますけども、真理であり、それは人間が自らの合理性を展開して世界をくまなく語りうる、その体系性を貫く真理、その意味での真理を、最終的に誰かに委ねるんじゃなくて、自ら確立すると。それがさっき言った全てに先立つ根本的な出発点にあたる議論、それを政策っていう本が引き受けてるんでね。および政策の何ていうか簡略版みたいな感じでの方法調節。それは方法論であり、方法ってことは前回も言ったけども、道をたどるっていうことね。その道はまさに基礎から発し、その基礎から離れずにそれを展開していく。その断絶なく、破綻なく、こうだからこうだからこうだっていうふうな、その連鎖に即して全てを追うような、その道筋を与えるのが、それが方法っていうことね。真のさっき言った土台だけやったらもうちょっと何もならないっていう感じで、土台がさっきの枝葉へと広がっていく、その経路、この方面ならばこんな経路、例えばその人間の視覚ならばね、見えるならばこの経路とかっていうふうに、その何たるかをたどる道筋を与える、それが方法ってことね。もう一回言うけども、方法って言葉も近代デカルトが新たに持ち込んだ言葉と考えて、何しろその土台がないことには意味のない言葉とも言えるから、土台を据えた後でここから出発するのがそれぞれの方法ってことだね。さてと、このことを考えて、ちょっと文字読んでみようか。縦書きのやつ、さっき言ってる、縦書きのやつ開けるか。もう、留保なく105というふうに言って大丈夫かな、先頭ね。その一番左最後の行からちょっと文字を追っていくんだが、17世紀に至ってはっきりと人格を表しつつあった近代科学革命。さっき言った、皆がなんとなく合理的ってことを共有し、自らの理解力、自らの説明力みたいなもんで世界はなんか結構ほぼほぼ解明できないのっていうふうな、そんな機運があったところで、今から見れば様々な領地があるとしても、いずれにしろ自分たちで語れるかもしれんっていうふうな機運があったの確かだね。それが近代科学革命と考えて、科学がさっき言った恩寵を実証する、神が我々に見せてくれたその啓示みたいなもんとして、ほんの少しだけベールを上げたところを我々も見届けました、分かりました、汝のその偉大さ見届けましたみたいな、そういう意味の科学から自分が世界を説明し尽くし、そこへと介入しもするっていうふうな意味で、方向が変わったわけね。スキャンチャーっていう言葉が科学の一番大きなあれだけども、それが、詩弁的なもんじゃなくって、
ちょっと書いてもらうとすれば、実用的で実践的。先手かける。それで、応用的ね、基礎理論というのが大事というよりも、そこから何ができますかっていうふうな応用的で、それで、計算的と書いておいて、あるいは算術的と言うべきか、あるいは数学的と言うべきか、いずれにしろ、数値化でき、その数値化によって共有できる。単位を同じくし、その式を同じくし、その式の書き方とか同じくしとけば、再現できるね、同じことが他の人々とも、あるいは後の世代のとも共有できる、そういう数学的ってことなんだね。それからもう一個大事なのは、実験的とも書いておいて、実際にやってみる。それまではその自然を試す、自然に実際にこれこれしてみてどうなるかみたいな、自然を試すというのは、さっき言った意味での神を試すことというふうに、見られていた。だから神を冒涜するものとして実験というふうなことははばかられたわけですね。で、そのような制約というべきか、そのような何らかの障壁がもはやものともされなくなった、踏み越えられて、実験的ってことこそが、いや、むしろ次も書いておくと実証的ってんでね、自らそこに置く定めるポジティブな実証的っていうふうなことになった。そのお姿拝見というふうなことじゃなくて、自ら論証し確証しっていうふうなことで、そうしてようやくなんていうの、確実性ってことが保証されもするっていうふうに、自分たち自身の中で完結した話として、こういった近代科学革命が起こってたということなんでね。後でもう一回言い直すんだけども、このようなことで、真理は、このデカルトの、これから話すデカルトのあれもあった上での話なんだけども、検証可能、ちょっと一応この言葉書いてて、検証可能な、というか検証してこそ真実性が保証されるっていうふうな形へ。検証の問題になったね。検証で書けるね。既変格、検分するとかの件ね。試験の件と、あれ？試験の件と俺だっけ。その、証は実証するのでしょうね。言偏の正しいのでしょう。検証っていう言葉は、デカルト以前になかったと考えた方がいいようなことなんだね。なぜならば、その後で見るけど、真理の基準、真理の基礎が神的なところにあるとすれば、なんか神に保証してもらったりするような話が、あるいは神の恩情にすがるような話が、その真実性の肝だったかもしれんけど、そうじゃない。さっきの講義と済むってことが真理の一番基盤に置かれるってことは、その自分のその思考能力に即して、その真実性を神のような話を抜きに確定できるっていうことなんだね。つまり、その自分の手の内で仮説、実験、確証、そして、確実なものとして検証を終わりっていうふうに、自分の完結した中でその真実性の輪が閉じるっていうことなんだよね。そういうふうな形で真理が語られ、かつ今に至る。今に至るってことが大事で、今もその意味ではデカルトの導き出した、心理観、
真に対する見方、構え、それの、範囲内にあると考えてもいいのでね。なんかもうちょっと気の利いた、もっと新たなことを我々なしてないかと思うかもしれんけども、いや、結局はその、ここで確立された検証可能な事柄としての真理というところからは、動いていない。ということは、我々の考える真理みたいなことも、よくよく掘ってみれば、自然的に掘ってみれば、結局は、こぎと住むっていうのが、こぎと住むを基盤にしてないかってことなんですね。こぎと住むっていうのは、この時も、そして今も、我々の真理の基盤に置かれたままになっているもんじゃなかろうかって話だったね。なんか、その洒落た、気の利いたフレーズっていう以上に、我々の科学もそこに支えられてないかっていうことなんだね。という話が、ここから進むんだけども。我々も検証ってことをするわけだけども、その理論と、それといわば対義語として実在、理論はこうなんだけど実際どうなのかってね、関連的な理論と実在的なものの秩序が符合するっていうふうなことを思って検証終わりっていうふうに言うんだけども、ちょっと考えてくれたまえ。その理論的、理念的、関連的なもんたる、いつでもどこでも誰でも妥当する関連的な秩序としての何らかの法則と、片方ね、ちょっと彗星とか惑星の運動とか、そういう物に満ちた、いや、物でこそ実現されている物の秩序、それが符合するっていうことで、つまりその理論がものの振る舞い等を叙述し尽くせるっていうふうなことで、その仮説が検証されたとなったりするかもしれないんだけども、その中で今使った言葉は非常にデリケートなわけで、関連的な秩序と実在的な物っていうのがどっかでつなげられてるんです。2つの秩序が、関連的なもの、関連的な方面と実在的な、それが分かれながらつなげられて、むしろそのつなぎみたいなことこそがさっき言った検証の現場でもある。そうすると、デカルトが思考作用という片方と、ものの秩序、つまりデカルト的に言えば延長実体みたいなこと、その2つが並行し、並走し、うまく符合するっていうふうなことと、ほぼほぼ変わらない話が、我々の知る検証なんだね。平たく問い直してみると、我々が提示する法則ってどこにどんなふうにあるんですか？紙を消しても、紙を燃やしても法則があるとすれば、それはどこにどんなふうにあるんですかっていう問い。それは簡単に答えることができないのでね、宙に浮いてあるんですか、それを我々式に移したのですか、地球とかの生成に埋め込まれてるんですか、それを我々は、公式化したんですか。そういうわけで、法則みたいなことがどこにどんなふうにあるのかっていう話は、デカルトの時代と今の時代、大きく変動していない。デカルトにとって当然のことで、デカルトにとって謎のことは今でも当然で、今でも謎とも言える話で、我々はこのデカルト的破綻の近代を未だ引き受け踏襲し、かつそこで動いてるっていう感じがあるね。そういうわけで、今我々が知らず知らず、なんか科学の時代、デカルトとはだいぶ違う、もっと気の利いた時代に生きてるっていうふうに思う人多いかもしれんけども、どこがどう違うのか、それをちょっと考えてみると、実は それほど動いてないっていうか、デカルトの場面を実は当てにしてたりするかもしれないね。
それをよくよくその見据えて自覚しよう、あるいは自分のありさまのいわば本義であるっていうふうなものとして確認しようっていうのが、ここから先の話なんだね。さて、そういうわけで、立て掛けの続きまで授業も読んでないから読むんだけども、その近代科学革命の担い手の一人として、自らが中性的自然像に変わるということは、真理に関する話もあるね。中性的なものだったけども、それに変わる新たな自然認識を模索しつつあったフランスの人、デカルト。ただ、その自然認識の話をここで強調して書いてるけども、同時にさっき言ったように、この新たな理性っていうのは、こう来てこっちの方面ね、制度とか生き様とかに関わる話も覆ってるってことを忘れずにおいて。すなわち、そのまだここでは人間の理性に基づく法とか共同体の構築とかってことは、明示的には語られないかもしれないけども、しかし射程に入ってるんですね。今見た新たな科学ってのは、この同じ理性は自分で自分たちを律する法を、今までの非理性に基づく法だとすれば、神の名を語る 非理性に基づく法だとすれば、理性自身に即した形で法を語り得るのっていうふうな問いが、ここにまあ同時に生まれつつある。現に生まれておる。ちょっとまだ早いかって感じで、デカルトいろんな意味で手控えるわけだけども、話の大きなつかみとしては、その方がね、人間の理性の、重大な自覚的発見物なんだね。だから自然も理性的に語れるし、秩序も、間違えた、理性的ね、自然も理性的に語れるし、秩序も共同体も理性的に語れる。合理的に語れる。それを、その路線を、例えばジョン・ロックとかが継いでいくと考えて、というか拡充していくと考えて。そういうわけで、さっきから言ってる自然からこちらに至る全ての方向に向けて、新たな理性による解明、説明、あるいは転換。それを遂行することを自らに課したのがデカルトである、フランス人であると。この新しい認識の、この主体っていう言葉があるんじゃが、後で説明し直すね。ここはやはりちょっと大事だから、主体っていう言葉、ちょっと今予告しておくと、主体っていう言葉、今ではよく使う言葉である。まあ反対語の客体も同時ね。だが、いつ頃からあるかっていうと、古代ギリシャにあるかっていうと、にゃい。ないですね。で、そのデカルトの時代でもやはり、まだちょっとないと考えておいて、デカルトをもとに主体っていうふうな言葉が生まれることになり、かつ、デカルトのおかげで主体っていうふうな言葉が我々の手の元に入るんだけども、まずデカルト自身は自覚的にその言葉を使ってるわけではないのでね、この主体っていうふうな言葉も実は大きな歴史的転換を経て、さっきのラチョウと同じように大きな歴史的転換を経て、今使うような意味へと、かなりいろんなことがあった上で、至る近代語なんだね。で、主体、客体、あるいは別の訳、主観、客観、同じ言葉の訳が違うんだが、全てというか両方とも、近代語なのね。この主体、客体みたいな言葉が出てくる事情も、デカルトをしっかり理解しないと分かんない。そういうわけで、この新しい認識の当人としての
近代的自我。この自我って言葉も実は一番その明確には1800年頃のフィヒテとか、後で出てくるフィヒテというページがあるけども、フィヒテとかを経て我々の一般的な言葉と、なんていうかね、自我なんて言葉は1億年前からあるだろうって、それは間違いで、自我、大文字で書く自我みたいな感じの、ああいう発想ね、ああいうつかみね、それはここ200年程度のものと考えていて、その200年ぐらい前に出てきた自我っていう言葉を投影、投射して、デカルト編の中に、デカルトの議論とかの中に、自我って言葉を強調することはできるけども、自我こそが全て、自我こそが発端みたいな、そういう強い意味での自我っていうのは、ここ200年ぐらいのものの語り方なんだね。デカルトではまだないってぐらい。そういうわけで、ここいろんな意味でフライング気味な言葉遣いで説明してくれてるから、話し合ってんだけども、ちょっとだけ注意しなきゃいかん。そういうわけで、その近代的な我ってことに、新しく一種の機械として取り出された自然との関係を徹底的にこれこれって書いてるね。これも読んでると思うから、機械ってのは、人間とかと同じく、生気あるもの、生気って生きる気ね、生気あるものとして考えていたのが、中世の自然観だとすれば、そうじゃなくって、初めてと言って言えば、初めて、死んだ自然みたいな言い方で、単なる、メカニズムだろっていうふうな形で、聖ならざるものとして自然を機械的にあえて掴もうとしたのが、デカルトもそうかもしれんが、前のページ、その近代科学革命っていうふうなことでもあるんでね。だから、ものはもので単に機能するしかないわけだから、解剖ぐらいさせてもらおうかって感じで、そのものとして自然とか身体を語り捉え、そして、その解明するっていうふうなことは、行き過ぎも込みにして、この時代、このデカルトのちょっと手前の辺からの新たな動向ってことなんだね。それにまつわるさまざまな難問を恐れることなく、むしろあらわにすることによって、後々、その近代哲学の父となったと書いてますね。だが、この流れでちょっと次の文も先に読みたいので、今何やってるか分かるかな？縦書きのテクストっていうのが、コースコンテンツに収められていて、その近代、あれ？近代の哲学だっけね。そこの中に入ってるものを各自読めますかっていう状態なんでね、大丈夫かな？それの106ページに至ってるわけだ。その第2段落をちょっと見ながら行くんだが、ちょっと読んでると思うんで、飛ばし気味に最初の文を説明し直すと、従来の硬直した聖書の文言のみを第一義的真理とする見方を、スコラ哲学というとしようね。硬直した意味でのスコラ哲学。それの不確実さに疑いを抱いたと。もう一回言うと、確実っていうふうな点でちょっと加味してみよう。すると、スコラ哲学は確実じゃないんじゃないの。で、デカルト的には、ちょっと聞いて、確実なものが真理、真。不確実なものが真ならざるものっていうふうな明確な基準があるんだね。ってことは、そのスコラ哲学、なんか、それなりに一貫した話になってるかもしれんが、確実かというと、全くそうではなかろう。すなわち、真とは言えまいって言うんだね。そういうわけで、事前の認識のための最も確実な方法として、数学を模範、規範としようとすると。その確実で論証をして、
破綻なく続けていけば、土台から次へ次へというふうにせり上がっていけそうな気がしますね。それさっき見た、その基礎から上がっていく、その確実な、その、なんつうんだっけ、飛躍のない論証の経路として、道として数学を語るわけね。少なくとも土台があった上で、その土台の上についましていくところは、数学的言葉で追っていけるっていうニュアンスだけで。それで次行くんだけども、ただこの数学って何か、ここで注釈するんだけども、ヨーロッパって伝統的に数学後進国ってことは知っておいて、非常にその出遅れて、非常にコンプレックスが起こって、ほとんど全て変わり者だったのね。西ヨーロッパは数学の後進国。だが、このデカルトの頃、ちょっと前も込みで、デカルトの頃から、突如、その突然変異ですかってぐらい、特別な、新たな哲学の、じゃあ数学の、表記法、記号法、計算法、発想が、デカルトも本人ね、デカルト、それを、なんていうか、横目で見た人じゃなくて、デカルトも、そこに1枚も2枚も噛んでる人間と理解して、そのデカルト自身も込みで、新たな数学が、この1500年頃、一挙に西ヨーロッパというね、このデカルトのいるような場所で、以前の後進国で展開するんですね。これは知っておいて。で、その勢いでさ、いや昔からこうですみたいな顔するけども、それは間違ってるので、1億年前からそうですみたいな発想は全くないので、突如そんなふうになったと考えて。とりわけその話が次の行の解析幾何学っていうふうに書いてるんだけども、ちょっとあまりに簡便な説明で申し訳ないが、幾何学的問題を大数学における方程式の解法に帰着させる学って書いてるね。ってことは、数というか記号と図形が統一される。図形ってことは、この世にある立体的なものと考えて、単に平面上の三角ですねとかじゃなくって、ピラミッドとかそういうやつも込みにした、そのジオメトリカルなものじゃない、そのあれ、ピラミッドとか、ああいう立体的橋作ったりみたいなこと、つまり工学ね、工夫の工、その工学的なものに関わる、今で言えば、なんていうの、共同計算とか、あるいはアーチェの設計みたいなことあるかもしれないけども、そういう当てずっぽうじゃなくって、このにある立体的な物を、それを数学的に、しかも記号的に語り尽くす、今で言えばそのシミュレートできるってことだね。そのこうだったら橋が崩壊しようとか そういうことをその計算できるんですね。さっき言った近代科学の特徴の中で、数学的、算術的、計算的って言ったことはそういうことで、世界の具体的な物、しかも所詮は機械かっていうふうに見られた、この自然の中にあるものを、解明するだけじゃなくてコントロールし、作り出しもする。そういう世界に介入していくための、その最も最利な武器として、この数学、しかも解析幾何学ってね、その A 事乗プラス B 事乗とか、ああいうそのいわゆる大数記号的な数式みたいなものを、1億年ぐらい前からあるような気もするかもしれんが、これも違う。このさっき言ったヨーロッパが西ヨーロッパ後進国だったという、この長い数学の歴史の大半は文章問題なんだね。
文章問題で数学が考えられてた。その文章の形で、問いが出された。ネズミ10日に1回子供を産むとか、それで、問題も、解く方もそうね、解く方も文で書いたらね。だから記号でこうですね、するというのが、今まさにここでなされてるっていう話をしてるわけだ。世の出来事、ネズミの話とかを記号化できる。計算する記号に置き換えることができる。人間のさまざまな動向とかもひょっとすると計算できる。その世にあるさまざまな、さっき言った共同体も宇宙の秩序もまとめて記号化できるんじゃないの。計算する形へと現代的に言うと落とし込むことができるんじゃないのってね。そういうのがこの解析科学っていうふうなのを手がかりとして、その発端が与えられたとね。ちょっと読むと。自然に関する他のあらゆる学問をその数学的表記によって統一することできるんじゃなかろうか。今よりももっと大胆なわけで、まあ、今もそうかもしれんけども、今でも AI とかで人間のね、好みとか そういうのを計算したりして、人間のもいわば決意に関わる話も計算しようとするかもしれんが、それと同じことね、っていうかそれの構想がここにある。それを技術的に実現できなかったに過ぎないというような意味で、ここにその構想がある。あるべき人間の共同体の仕組みも一種計算して推定して分析して統計取ってこれこれ操ることが眼目じゃないけども、良き秩序を作るためにの経路を我々は敷くことができるというね。そんな形で、その右っていうのはさっき言った便宜上の右で、惑星がどんなふうにして生成し今に至るかみたいな話も数的に公式的に語れ、中間もそうね、中間って何だろうね、その身体の動向とかそんなやつ、そしてその道徳的と言っていいのか、善を求めて何らかの秩序を形成するその経路も同じ理性の同じ計算の中でできないのっていうふうなとよね。それが次の言葉だから見てくれた前、普遍数学マテイシスウニベルサーリスっていうふうな、後ろが形容詞ね。英語で言えばユニバーサルな、これはこれって言うんだけども、まあ出たっけ、そのマテイシスって言葉は数学と訳しちゃいるんだが、ちょっと大雑把に言うとマテイシスってギリシャ語なんだが、学問ってぐらいの訳で考えてて、普遍的学、普遍学っていうふうにちょっと数を半分潰しとってもいいような感じね。その確かに数式的な計算的な経路を使うっていう点では数学っぽい手法かもしれんが、そうじゃなくって全てを同時に同じ文法、同じ規則、同じ方式で、さっきの右も左もまとめて語りうる、そういう理性の用い方を我々はできるはずだ。それに共通する理性みたいなことを我々はつかみうるはずだっていうふうなことなんでね。自然をも、そして、共同体をも理性的に導くその経路を我々は学問的に、打ち立てることができるのだっていう話が、というかその構想が普遍学ですね。マテイシスっていうのは、まあ言ったっけ、マテマタっていうギリシャ語で、教えかつ教わる。教えることができるためには教わる人がいなきゃいけない。教わる人がいるためには教えなきゃいけない。全くちんぷんかんぷんの話をしたら絶対教わらないじゃね。
で、習いますって言って誰も相手になったら習うことできないけども、そのお互い共通の言葉を持ってる、お互い分かるようにして、なるほどっていうふうに分かるっていうのが、これがマテイシですね。つまり教えを教わる、こうだからこうなるってことを、伝授し受け止めて、そんなふうに行動する。つまりこうすればいいんですよ的なことをあれして、かつみんなでよりそれを確かなものとして、橋はこんなふうに作ればいいのか、じゃあそんなふうに作りましょうってね、それを受け止めて、そんなふうに現に橋を作るっていうふうな、その教えと教わりね、そのセットみたいなことがマテイシスなんですね。だから理論でもあり実践でもあるっていう、その両面。分かった、じゃあそうします、その分かったが理論で、そうしますが実践で、その2つがきちんと絡み合うっていう、その裏と表、教えを教わるっていうこと。さっき言った応用的、実証的、実験的、実用的な学問だよね。それがそのマテイシス・ウニベルサリスっていうふうなことと考えてみよう。そういうものを一部の人も自分は構築します。全部やるためにいろいろと人の力が必要で、足していってほしいわけだが、一応ここにその構想を掲示しますっていうのが、このマテイシス・ウニベルサリス。ちょっと木で竹を継ぐような感じで、マテイシスがギリシャ語で、ウニベルサリスはラテン語的ね、テレビジョンな感じだね。さて、いいんだけども、その全てを同じ記号法で、全てを同じ方式でというふうな構想は、デカルトから生まれるとも言えるかもしれないけども、まあ実はというか、何人もそんなふうなことできるはず、こうすればいいんじゃないっていうふうに、そこにまあいわば参入する人がいたと考えておいて、その上でちょっとね、120ページって探せる、縦書き120ページ、紙の人はペロンとめくって、そうでない人はクリクリクって、120、ここライプニッツなんだよ。ライプニッツの、5行目、6行目、5行目から見ると、一応読んでおくと、さらにはこうした要素を記号化して厳密な代数的計算を可能にし、論証と発見の方法とすること、括弧、普遍的記号法、文字化する、記号化して、まあ、いわばデジタル化して、整理して、分類して、解明し、制御するって感じね。カラクタリスティカ・ウニベルサーリス。これもラテン語で、同じく ギリシャ語とラテン語をつなげてるけども、後ろが形容詞ね。この普遍的記号法も、その並びだよね。同じような構想。このライプニッツもまた、今見てる120ページ、ライプニッツもまた、あれもこれもね、この持ち筋も、ありうべき国の秩序も、すべて同じような一つの記号法ねと、まあ、還元し、そこで算定し、管理監督できるっていう、そのデカルト的な基礎面に即した議論でもあるんだね。2人だけではないんだが。というわけで、そんなふうな全てを理性的、合理的、さっき言った意味での合理的な形で語ろうとする、さっきのは数学は儲けるけども、基礎があった上で、そこから先たどる、そのなんつうの、この枝葉に行くのに使うわけだけど、基礎が必要なんでね。その話が次の縦書き、次のって、戻って申し訳ないが、106ページ、106ページ。しかし、デカルトはこうした数学的方法の絶対の打ち込みじゃとどまらんって言って、その基礎論ね、それがその形状学の話で書いてるから、さっき言ったように、この幹の、枝葉のすべてをまとめる幹、そして根っこがあるんだけど、この一番
すべての下部の辺に、下の辺にデカルトの言葉で言う形状学、メタフィジックがあるんだね。プラトンメタフィジック、その形状学がある。その部門というか説明がこれから見る生殺、デカルトの本、小冊と読まないように、楓見るって時、生だからね、生殺。省くが省だろ。その考察を省略すると まずいわけで、考えなきゃいけないので、生殺ね。そういう話で、とりあえず、生殺とかの話に行くわけだ。というわけで、その時に、そのさっき言った、指摘して横書きのノートとか使うかもしれんから、ノートを見るようにして。だが、ここから先横書きのテクストに、交代して、32、3ページ見ようと思うから、用意しつつ、出席を取ろうか。ちょっとバランスを必死して今頃なんだが。じゃあ、なんだっけ。マナバのレスポンを使うので、ちょっと用意して、にゃ、これだ。猫ポン。で、あれ？そうか。待ってくれ。ちょっと。そして、だってね、質問、うまくいかん。変えないのかな。40分までにして、発行。口で先言うと463-066。537。書くと。早速帰った。素早いね。そうだね。ってるかね。前から言ってる通りで、今、端末とか不具合があった場合、今家に来て、この後、授業終了時は、なんか次の授業の、関係でゆっくりできないから、後で対話できないので。大丈夫なのかね。よく見なさい。オンラインっているのかな。オンラインね、オンラインできた。見えてる。およよあ、出席になってるね。に帰ったりしないのか。で、今のは続けて各自出席へ、これからならば済ませて、一応始めよう、続きをね。32ページの横書きが空いてるもんとしてやるんだけども、この
冒頭読んどこう。2行目、1の2行目、その様子は、良識はこの世で公平に分配されている。最もって入らなかったか、なんか心配だが、最も入れるといいね。最も公平に 分配されているっていうのは、誰もが思ってるっていうね。人間たるもの誰もが良識持ってる。ボンサンスっていう、これ、方法除雪の方だから、フランス語で ボンサンス。良いセンスってことね。だからその良いセンスって 何のことかって言ったら、ほぼ理性と同じ意味で、さっき言ったラチョウと同じ意味で、レゾンと同じ意味で使ってると考えて。その良識っていうちょっと緩い言い方してるのは、さっき言ったさ、この物の方の秩序はどっちかっていうと、なんていうか、霊利な 理解力かもしれんが、これも覆ってるのはボンサンス、良識。で、良識って言葉がよりなんていうの、馴染むのは、こういう共同体の規範っぽいところじゃん。そのみんなでその破綻なく生きようっていうような、そちらの方が良識で、俺様だけ良ければいいみたいなことじゃなくて、あれこれ全体のことを見、自分のことを見っていうふうな、そんなふうな両面的な気遣いができるようなことを良識って言いそうな気がするけども、そちらも覆ってるってことね。さっきの同じ言葉を理性とか使っていいんだけども、この良識って言い方をしているのは、その必然性の方面も自由の方面もみんな一つの理性、すなわちこういう良識が覆ってるっていうことなんだね。そういうわけで、その確実性とかっていう言葉が出てて、その確実性っていうことがその真理の基準であるってことなんだね。それでそのいろんなこと飛ばし、32ページ1の第2段落見ると、29年以降一生に一度すべてを根こそぎ覆し、最初の土台から新たに始める。あの土台、基礎、基盤、そこをまずは手に入れ、そこにすべてを積み上げるっていうふうなことで、この決意みたいなことが、今までの不確かな確実ならざる真理じゃなくって、新たに真理を自ら手に入れて、そこに学問的体系を構築しようっていう話で理解しようね。それでだ、その時に生殺って書いてんだけども、あれふにゃーとなって、最後のこの段の最後に実体っていうふうな言葉があるんだね。その実体っていうふうな言葉がある。ちょっとその実体の上、その下、この1の後半、もう一回軽く読んでて、もう読んでると思うから、軽く読んで何書いてあったか思い出して。今。うん、1分かからず思い出して。で、前も言ったんだけど、この実体っていうふうな言葉が大変大事なんだよね。その実体っていうふうな言葉をめぐって、そのデカルトもまたその後の時代も、あるいは後々の時代のドイツ関連論とかも、思索を展開する。その実体はもう言ってみれば、その流れのその都度意味を返事ながら、しかし実体ってことをあの人もこの人も追い続けるんだね。で、その右のページ見てみ、右ってのは33ページの袖なんだけども、実体っていう4番の中があり、スプスタンチアというラテン語が書いてあって、存在するために他のいかれるものをも必要としないで存在するものっていうふうに書いてあるね。実体の対義語がその実態に乗っかって初めて成立するっていう意味で属性っていう説明が足されてるけども、いずれにしろ実態って言葉が根っこなわけなんだ。その話をした上でちょっと言い直すんだが、
存在するために他のものを必要としないってことは、言い換えるとどういう話なんだ？他のものに依存しないってことね。他のものに依存しないって意味だとよく理解して。他のものに依存しないっていうことは、わかりやすく言うと、独立自尊してるってことなんだね。独立自尊してるってことだ。その独立自尊してるっていうことの含みなんだけども、一番強い意味で考えた場合、それは、その神にも依存しないって意味なんだね。その非造物とかそんな話から始めたら、親玉が常にその上にのしかかって、その常にその手のひらの上で踊ることになるけども、それは到底さっきの確実なる基盤っていうふうなところに至らない。常に従属者となっているわけであり、お伺い立てなきゃいけないわけだけども、この実体っていう言葉を強調する理由は、神にも先んずるっていうニュアンスを持ってる。で、その神にも先んずるってニュアンスがどう大事かっていうと、真理を自ら構築しうるっていうことなんですね。真理を最終的には神にお任せって言ってると、すべて制度も 自然の成り立ちも神にお任せの話になって、自分で解明する話にはすべてならなくなるわけだが、そうじゃなくって、1から10まで自分の口で語るためには、その真理の基準っていうふうなもの、真理の土台ってものが、まさにその語る自分自身のもとになきゃいけない。これがその今見ている考える私が実体であるっていうふうな話の肝なんだね。考える私っていうのがどこにも依存せず、まあ、いわばそこから全てが始まる起点としてそこにある。何かにのおかげっていう話をなしに始めることができる。この自家発電っぽい感じな。その独立自尊っぽい。後にスピノザの言葉で言えば自己原因って言い方をそこに持ってくるんだけども、自分が自分の原因であるっていう方で、同じこの実体性をスピノザは自己原因として語るんだけども、それと同じような言葉を使ってもいいね。非造物であるということは、なんかいろいろとついて回って抜き難いような気もするけども、しかし、考えるっていうふうなことに関して言えば、それは自分が自分の根拠であるっていうふうなことが言い得るっていうのが、それがこのデカルトの議論なんだね。そのいろんな、さっき飛ばしたところもう一回あれすると、不確実なものとして疑い得るもの、排除し得るもの、排除し抜いて、そこでは数学も排除されるんだってね。なんか計算の途中に、計算っていうのはプロセスだから、こうしてこうしてこうなる。そのコンピューターでも、そのコンマ何秒の電気の遮断があったら、なんかちょっと計算が違ってくる。その途中で、難しい計算途中で猫がニャーとなれたりすると、ちょっとずれる。そういうわけで、そのプロセスである限り、論証である限りは、常に、踏み間違いを起こしうるっていうふうなことだが、そうじゃなくて、どうしても外せないもの、その確実さにおいてどうしても外せないものとして考える私がそこにあること。今やってるその方法的会議とか言われたりする会議は考えてるんだね。その考えてるってことが成立しているっていうふうなことを、もういわば現実性としてそこに据えるっていうふうなことで考えることのここにあり、
考えることのあり、認証的に言えば私がってことになるかもしれんけども、その私がっていうその明示を過去に入れたとしても、そこに考えが現に進行しているっていうことを、その考え自身は否定できないって話で一応考えて、これをその最も疑い得ないもの、イコール最も確実なもの、イコール最も真なるものとしてそこに取り残したっていうふうな話が書いてあるわけだね。そういうわけで、消去法みたいなことでそこに残ったものなんだけども、もう一回そのさっきのメモ見てくれるかな。どこだっけ。あくまで思うっていう字がね、どこだっけ、思うっていう字があれだからね、あれってなんだっけ、その猫は可愛いと思うみたいな当てずっぽの意味の、誰にも承認されない意味の思うじゃなくて、思みるっていう動詞ね、思考するっていう意味ね、考えるっていうんですね。講義と講義とあれっていう不定詞、講義と私は考えるってやつはあくまで、英語の think っていうふうなことであり、それは、そうかもねというふうな手ずっぽうの思うじゃないっていうふうな意味で思うだからっていうことを今強調しているわけなんだ。だからその今の話、ちょっとせっかくだから難しめにやり直しておくんだけども、ちょっともう一回ダウンロードがなくなっちゃった。なんかね、本使ってた、そう、あのねじゃなくて、少し難しい話っていう日本語を探せるかな、長ほどからした。これデカルトがちょっと先まで行って語る難しめの話なんだけども、ラテン語で言うと、そのコギトの後ろにメコギターレっていう風なのがついた、これがある意味で完成版な感じで、これ英語で置き直すとちょっと書いておいて、 I think 考える、 Me think って感じね、 I think Me think っていう風な感じの後半の think は不定詞ね。前半の認証変化した私は寝合わせた think。これ、私は私が考えるのを考えるというふうなことで、何がどう問題かっていうと、ちょっと説明聞いて。私は見る、彼女踊ると同じ SVOC の形ね。私は彼女が踊るのを見るみたいに SVOC に当てはめて、I think, me think なわけなのだ。だから今の場合、考えるのも私であり、その考えているのを見るのも私であるっていうね、考えるのを考えているのが私だっていうふうな、まさに自家同着的な関係で考えるってことが循環してるってことね。考えるのも、それを見てるのも、見てるっていうか、それを考えているのも、丸ごと私だと。さっきの外なくして、つまり依存するべき何か外部なくして、私のみがそこに存立することにおいて考えがそこで動いておる。逆に言うと、この考えの運動、考える自己完結の名前が私はってことなんだね。だからそのもう一回言うけども、これこそが実体性なわけなんだよ。この自己完結してるっていうふうなことを近代は手放さない。後にフィヒテとかが自我とかって言葉を語るとか、ヘーゲルがふにふに語るとか、そういう時に至っても常にこの実体性っていうふうなことを手放さないんだね。なぜか、この実体性、私の実体性を失ってしまうってことは、再びスコラ哲学に戻るっていうふうな話なのだ。何かこれを支えているより大きなものが外にあるんですねって話が出てしまう。人間が自分で自分のことを決定する資格が途端に失われてしまう。さっき見たように世界を解明するのも自分だけども、みんなにとって、ここの当時のみんなにとって、さっきのこっちの方ね、
新たな共同体を作るっていうことは非常に大事なことなわけだ。今まで我々は理性に基づく法ではないところに従ってきたかもしれん。だからこれからはその王様とかね、総領とか当てにせずに自らの理性に即した形で法を語る資格を得るのかもしれんっていうふうな、まさにその発端に今位置してるわけだ。近代法の手前だけども、そこでその自分たちにそういう資格がある、その法を構築する、自分がその実体法的に法を想定する資格があるかなしや、それが問われてる。それで今の自己完結した自分自身が自分の根拠であるっていうふうな、その自分たることの何て言えばいいんだ、自己確証ね、それを求めてこういうことをしてるっていうことなんで、だから人間がこの今言ってる think 考えるコギターレってやつを人間の理性っていうとすれば、人間の理性が自立したもんであるのか否かっていう問いなんだね。そしてその選択は我々の時代に至るにまでずっとあるっていうふうな答えなわけだ。それが合ってるかどうかは別として、だからこそ我々は今自分たちが良しとする方を自らに課するわけだよね。で、この石油を使うのが、原子力を使うのが正しいと考えればそうするわけですね。自らの責任で自らその選択し、そうする資格があり、そうしなきゃいかん、そうするべく定められてるっていう、やはりその意味でも我々の時代はまだ近代なわけだ。近代から出ていないというべきか、近代そのものなわけなんだね。だからこそデカルトが何やって、それをどう我々が引き継いでるかってことを考える必要があるんです。というわけで、デカルト後半は来週、この今の紙およびそのあれ色つかんだが、先週とは別の観点で今回また出題するから、さっきの話とかも踏まえた上でちょっとその先ね、デカルトのやったことその2って感じで課題が出るから、文字待っといて、文字で出すからね、コース、あれにゃーん、レポートのとこね。でおしまいにしましょう。お疲れさん、さよなら。そうそう、オンライン、オンラインおしまい。